ベンチャースターの全長は、スペースシャトルよりも約10メートル短いベンチャースターは1996年にロッキード・マーティンの提唱した、単弾式の再使用型宇宙王間機である。技術実証機 X-33 が2001年に開発中止となったことにより、ベンチャースターも構想のみで終了した。ベンチャースターは、リフティングボディであり、4枚の尾翼を持つ機体が、 構想されていた。全長46メートル、全幅48メートル、総重量1192トンで、最高速度はマッハ25。主な目的は、スペースシャトルの後継機として、人工衛星を既存の10分の1のコストで、打ち上げられる再利用型で無人のスペースプレーンとなる、ことであった。無人での打ち上げが条件であったが、積み荷として、 乗客を運ぶことも予想されていた。機体は垂直に離陸し、飛行機のように滑走路に着陸する。液体酸素、液体水素を推進剤とする、リニアやアロスパイクエンジンを利用して、どの高度でも高い推進能力を有するよう、設計されていた。耐熱装置も金属製の新型のものを採用し、スペースシャトルよりも整備が低費用で安全であることを目指した。機体中央部に、 貨物室を持ち、胴体背面にカーゴベイが設けられる。X-33 のテスト計画の消滅と、ともにベンチャースターの開発計画も打ち切られた。X-33 は、ベンチャースターに必要な先端技術を実証するために、NASA とロッキード・マーティンの共同で、スカイクワークスチームにより開発が進められていた実験機である。 ベンチャースターと同じような形状で、全長21メートル、全幅23メートル、総重量129トンと、半分以下の大きさをしており、最高速度もマッハ13程度に抑えられていた。試験の失敗、スケジュールの遅延、予算超過に悩まされ、2001年3月1日に、計画は打ち切られた。ありがとうございます。